韓国高船日本 e z の海上保安庁測量船に調査中止を要求。海上保安庁によりますと、昨日の午前3時25分頃から、長崎県のメ島西方140キロの東中海にて、日本の排他的経済水域 e z の中で海洋調査を行っていた海上保安庁の測量船所要に対して、韓国の海洋警察庁の船が接近し、 ここは韓国の海域で海洋の科学的調査を行うためには韓国政府の事前の同意が必要だとして午前9時22分まで調査の中止要求を繰り返したことが明らかになりました。また午後0時7分から別の船が現れ午後4時52分まで中止要求を繰り返したようでございますが海上保安庁は その場で直ちに、ここは日本の排他的経済水域で正当な調査活動をしている直ちに中止要求をやめるとともに本線から離れなさいと警告しましたこの海域における調査においては昨年8月にも同様の警告を韓国側が行ってしまっておりますが 加藤官房長官は記者会見にて、外交ルートを通じて韓国に対し調査は我が国の EZ で行っているものであり、韓国側の中止要求は受け入れられないと抗議している。海上保安庁の測量船は予定通りの調査を継続していると説明しました。こういった排他的経済水域においては、 日本の主権が行使でき、基本的に200回り 370km の範囲で認められておりますが、こういった韓国側の行動は日本の主権を侵害しており、あからさまな侵略行為になってしまっております。現状、いわゆる慰安婦裁判において、日韓関係がさらに悪化をしている中での挑発行為になってしまっておりますので、 日本政府には、この海上保安庁の測量船、商用に対して、警備を行う巡視船を周りに配備していただき、こういった韓国側の侵略行為に徹底的に対抗していただくよう、お願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました